して。こんにちは、まちどりチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。ですね、今日はですね、松戸の方に来てます。日付はですね、2021年の9月の4日土曜日ですね。時間はですね、午後3時。ではね、駅の周りをね、ちょっとぐるっとね、歩いていきたいと思います。これがね、JR の松戸駅の西口になりますね。で、これが JR の松戸駅の、ここは2階になるんですかね。ではね、ちょっと地上の方に、ね、降りて、で、街をね、ぐるっと歩いていきたいと思います。ここからしか降りれるところがないようなんで、エスカレーターで降りていくんですけども、松戸は今しゃべるとね、ちょっとエスカレーターの音が結構うるさいと思いますんで、なんか磯丸水産とか、あと四川担々麺のお店とかがあるんですね。 JR の常磐線の駅になるんですね。で、ここが松戸通り商店街。で、正面に商業施設があって、そこが来てみて松戸っていう。商業施設で、でここ来てみて松戸通り商店街っていうんですかね。まあ、ドクターストレッチがあったり、まあ、パチンコ屋さん、ジョナサンがあったりとか、あと快活クラブがあるんですね。結構快活クラブ全国で見るようになったかなと思うんですけど、で、あと米田コーヒーもいろんな場所で見るようになりましたね。で、来てみて松戸っていうのは松戸市の文化ホールがあったりするんですね。で、ドトールコーヒーがあったりとか、ちょっとあの中入っていったりしましょうか。今日はね、残念ながらやっぱり天気があまり良くなくてですね、今も小雨って感じですかね。で、1階にゴンチャがあるんですね。ゴンチャはもう最近あんまり行列できなくなってきたんですかね。一時期はどこ行ってもすごく並んでたように思うんですけど、で、ここにワクチン接種会場があるんですね。
松戸だけに松なんですかね。でもうちょっとね町の方に、ね、方角的に言うと右手の方が駅の方になってですね、でここは八百屋さん、結構駅から近いところにマンションがあるんですね。で松戸メーカー、まあ、矢切の渡し船、矢切の渡し船っていうのがメーカーなんですね。で左手の方に、矢切の渡し船っていう、あれはモナカになるんですかね。クズバーってなんか溶けないアイス、美味しそうですね。で、これがピッツァリア、ピザのお店ですね。テイクアウトもやってるらしいんで。ここは手焼きせんべい和田鉄、1枚80円とか50円っていう感じで、なんか結構懐かしい感じのせんべい屋さんですよね。でここは松戸大証券、確か松戸の辺って結構ラーメン激戦区なんですよね。でこの辺でちょっと大きな通りの方に、ここはこだわり豆腐、なんか創業80年の豆腐屋さんですね。油揚げとか、なんか昔ながらの豆腐屋さんですよね。散髪屋さん、理容室。で、ここはなんか多分昔ながらの街道なんですかね。なんか昔からタバコ屋さん、切手とか印紙とか置いてる店とかがあって、でここは提灯屋さん、お祭り用品とかが置いてるんですね。で招き猫とかで、まあ、シャッターのお店とかもありますけど、こっちは着物のお店の火災屋さん、呉服屋さんですね。で、
街灯を見ると商店街っぽいんですけども、天丼あんな感じです。ちょっとお店やってなさそうなんですけど、お持ち帰りできますね。準備中。アナゴ飯が1650円。あと天丼とかアナゴ丼が、でもアナゴ天丼1620円。なんか美味しそうですね。で、京成の配達、1000円でお弁当を配達してくれるみたいですね。これが松戸駅ですね。さっき降りてきた西口の方がこの正面になります。この正面をね、越えて街をね、ぐるっと回って、で、東口の方にね、向かいたいんですけども、このね、道の向こう側の方に結構大きな国道だと思うんですけどもあって、ただこっちはなんか旧街道みたいな感じで、抜け道みたいにしてこう通る人多いんじゃないかなと思います。僕も何回か通ったことありますんで、で、楽園っていうパチンコですかね、だったり質屋があったり、でもなんか街灯を見る感じだと、この辺は高砂通り商店街っていう商店街ですね。ここは質屋さんですね。なんか昔ながらの質屋さんって感じですよね。こっちは街灯が違うんで、商店街としては別なのかもしれないですけど、常磐線で松戸に来たんですけど、北千住からすぐなんですね。あの上野東京ラインっていうんですかね、乗ると松戸でも本当近いなと思いました。全然都内に通える範囲ですよね。すごいですね。うまからマウンテン、違う、うまからタンメン、ファイヤーマウンテン、うまから猛虎庭園ですね。なんかそこそこお客さんが入ってるんで美味しいのかもしれないですね。自然派中華とワイン、今準備中みたいですけど、で、ここはフルーツパーラー、なんか結構古めかしいフルーツパーラーがあって、で、とんかつはこう、ここ一番とかがあったり、これは炭焼きステーキリーフインプ、これはあれですかね、どっちかというとハンバーグです。あ、でもステーキもありますね。1000円ステーキランチとかがあるんですね。で、ここは昔二郎が昼のみ営業の
ラーメン二郎の松戸駅前店というのがあるんですね。で隣が古着屋さんで、ラーメン二郎はこうあまりお店をきれいにするっていう雰囲気じゃどの店もないんで、閉店してるのか開いてるのか張り紙がないとわからないですよね。で、こっちにちょっと入って高砂通り商店街、さっきね見た高砂通り商店街、ここがメインの通りなんですかね。ここは街灯がかなり凝ってて、ここはインド料理屋さん、隣は大衆酒場、なんか昔からあるような大衆酒場ですよね。で弥生軒があって、サンマの塩焼き890円なんですね。そしてここはお店なんですかね、スパイダーマンがいたり、なんか龍子の絵が描いてたりとか、ちょっと上上げてみました。こんな感じの絵が描いてるんですね、壁に。でも全然何もやってなさそうな。買い取り専門の店があったりとか、あと正面が手焼きせんべいのお店が、昔ながらの手焼きせんべいのお店ですね、これ。で松戸酒場もう休業中ですね。感染が拡大したんで休業してるみたいですね。あそこっていうお店なんですかね。髪桁純喫茶若松、向かいがなんか面白いお店ですよね。純喫茶若松2階でやってるんですけど、全然窓から中身が見れないっていうのはちょっと怪しくていいですよね。でまだ商店街続きみたいなんですけど、ここでちょっと駅の方に方向転換して、サブウェイがありますね。あとまあ不動産屋さんとか飲食店があったりとか、ここは KFC が駅前にあるんですね。ここは結構松本清があって、でこっちもねいろいろお店があるみたいなんですけども、これはこっちに行くとここは渡れないのかな、渡れなさそうですね。なんでちょっと駅の中を
突っ切って東口の方に出たいと思います。こっから上がれそうなので、こっち側にマクドナルドやあとモスバーガーがあるみたいですね。で、こっちもちょっとあれなんですね。こっちの方は夜の雰囲気あるんですかね。居酒屋とか多くて。カラオケの招き猫とかがあったりとかするんで、で、あと天国に一番近いバーとか、ガールズバー系なんですかね。ここはサピックスがあるんですね。いろんな街歩いてて思うんですけど、結構夜の街にこの塾があるんですよね。まあ、大丈夫なんでしょうけど、なんかいつも子供とこう夜のお姉さんお兄さんが共存してるのが面白くて、なんかちょっと不思議だなという気がするんですけど、まあ慣れたらね全然気にならないんでしょうかね。でここもなんか行列ができてるお店で、なんか外に並んでる人を見るとラーメンでしょうかね。ああそうですね、ラーメンですね。ラーメンつけ麺のとにかく今外に4人待ってるんですね。お店の中にも1人待ってて、で結構とにかくって人気なんですね。まあ、やっぱりラーメン激戦区っていうだけあって、でこれが常磐線になるんですかね。松戸駅で
常磐線は確か快速と普通と別々の線路なんですかね。なかなかなんか面白い感じでこう立体交差してますよね。そうですね、常磐線のこっちは普通になるんですかね。代々木上原行きってなってるんで、千代田、東京メトロの千代田線と相互乗り入れしてる路線になりますよね。もともとそんなにね、電車ね、路線とか詳しくないんですけど、こうやって街を歩くようになって少し分かるようになってきました。で、ここも商店街って感じですよね。ここは松戸東口商店街。釣り船体とかちょっと怪しげな、何屋さんかわからないようなお店があったりとかして、これは このまままっすぐ歩いていって程よいね、ところまで来たら終わろうかなとは思ってるんですけども、ゲーセンがあるんですね。東口の方はこう地上よりこのエディストリアンデッキっていうんですかね、この歩道、2階にある歩道の方が結構皆さん歩いてる感じなんですかね。
もう右手のビアホールも休業中みたいで、松戸プレアっていうんですかね、ちょっと読み方が分かんないんですけども、ここは松戸中華そば富田市食堂、そこそこ入ってる感じですね。あ、串カツ田中があったりとか、そんなにこうお店がたくさんあるわけじゃないんですけど、ちょこちょこやっぱり大衆割烹、女性客大歓迎のお店、ちょっとねそろそろ撮影を終えたいと思うんですけど、商店街もこの辺りでもう少し先まであるんですかね。橋ぐらいまで、商店街の橋がね、どうも多分あそこだ、あの辺にね看板が、松戸東口商店街っていう看板が出てるんで、その辺まで歩いて終えたいと思うんですけど、あ、ここ富田ですね。10人ぐらい並んでる感じですね。富田は多分セブンイレブンとのコラボ商品で有名ですかね。松戸東口商店街の中、商店街の中にあるんですね。じゃあね、ちょっと富田を映しながら終えたいと思うんですけども、本日もご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらですね、いいねボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。